レイチェル・エリザベース・フラットは、アメリカ合衆国の元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックアメリカ代表。2010年、全米選手権優勝。2008年世界ジュニア選手権優勝。1992年7月21日、カリフォルニア州デルマーで、生科学エンジニアの父と、分子生物学者の母の一人娘として生まれる。 学校の授業では理系科目が得意でフランス語も一応話せる。2010年5月高校卒業後1年間は練習に専念し2011年秋からスタンフォード大学に進学して工学を専攻する予定であることをデンバーポスト市に公表した。2015年6月14日に生物学の学位を取得し卒業した。 何種類かの3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプを飛ぶことができる選手で2005から2006シーズンにトーループ、トーループ2006から2007シーズンにルッツ、トーループ2008から2009にフリップ、トーループを習得した2008から2009シーズンのフリースケーティングには半時計回りと時計回りの両方の向きでもある スピンを取り入れている。2011年世界選手権のショートプログラムでは、ストレートラインステップシークエンスでレベル4を獲得した。4歳でスケートを始めた。父の仕事でコロラド州ボールダーに住まいを移してからは、コロラドスプリングスのリンクに通っていた。しかし、車で片道2時間かけて通うのが大変だったため、 ついには同地に引っ越してしまった、コロラドスプリングスのリンクに通い始めて、以来、トムザカライセックの指導を受けている。2001年から2004年までは、アンドリュース・ペロフトペアスケーティングに取り組んでいた。シングルに専念するようになってから、2004から2005、シーズンの全米選手権、ノービスクラス、トリグラフトロフィーノービスクラスで、それぞれ優勝。 2006年の全米選手権、ジュニアクラスで2位となる、翌2006から2007シーズンは、国際大会への派遣が予定されていたが、怪我のため出場できなかった。2007から2008シーズンから、ISU ジュニアグランプリに参戦するとたちまち初、優勝し、JGP ファイナルでも2位に入る活躍を見せた。全米選手権では、 シニアクラスに出場して2位となり、世界ジュニア選手権では初出場初優勝。2008から2009シーズンは ISU グランプリシリーズに参戦し、ロシア杯で2位に入るなど検討した。全米選手権でも2年連続の2位に入り、初めての世界選手権では5位に食い込んだ。2009から2010シーズンは全米選手権で優勝し、 バンクーバーオリンピックでは自己ベストを記録して7位入賞。世界選手権は9位だった。2010から2011シーズン NHK 杯とスケートアメリカは共に2位で初のグランプリファイナルに出場。しかし足の怪我のために SP、FS ともに国際大会での過去最低スコアを出し6位に終わった。 SP を変更して挑んだ全米選手権では3度目の銀メダルを獲得。4大陸選手権では表彰台に乗ることはできなかったものの FS でパーソナルベストを出すなど検討した。世界選手権の SP では女子選手としては4人目のステップシークエンスでのレベル4を獲得。しかし FS では 足の怪我の影響により、3回転ルッツを外した、ジャンプ構成で滑ったものの、ミスが、相次ぎ12位に順位を落とした。2012から2013シーズン、スケートアメリカで9位。その後、右足とくるぶしの怪我により、シーズンすべての試合を欠場すると発表した。2013から2014シーズン、ニース杯では9位、最後の出場と決めて挑んだ。 全米選手権では18位、競技生活に終止符を打った。2015年9月にハーバード大学で行われたアンイブニング・ウィズ・チャンピオンズにて医学部進学のためにプロスケーターを引退する意向を示した。ありがとうございます。